国会では安倍総理大臣らが出席して集中審議が行われ、野党側は森友学園や今村前復興大臣の失言問題などを追及しています。中継です。はい、委員会室には森友学園の籠池前理事長が傍聴人として登場しました。今朝の理事会で野党側は籠池氏の参考人招致を求めましたが、与党側は拒否しました。このため籠池氏は傍聴人として委員会室に入り審議を見守っています。安倍昭恵夫人が一番密接に関わってるんですよ。部内者として、名誉校長として。そうじゃないと否定するんだったら、安倍昭恵夫人が出てきてこの場でそう説明すればいいんですよ。私は相当この問題についてはですね、家内のことについても誠実に答弁をさせていただいておりますよ。誠実に答弁させていただいているにもかかわらず、一方的にですね、籠池さんに成り代わってここで、非難をされているのはですね、いかがなものかと。一方で財務省は籠池氏が公表した財務省とのやり取りの音声記録が本物であることを確認したと明らかにしました。野党側は今日の質疑者の半分以上が森友問題を取り上げ、この問題を再燃させたい考えです。